昔々のお話、亀を助けた浦島太郎は竜宮城に招待されました。しかし浦島太郎はインスタ中毒だったのです。うわー、すごい、これはシャッターチャンス。こんなのインスタにアップしたらバズっちゃうよ。浦島さん、おお、めちゃくちゃまぶい姉ちゃん発見。写真撮らせて。いや、うわー、魚が泳いでるところ、こんな間近で見たことないよ。浦島さん、一応竜宮城のことは秘密なんですけど。ああ、大丈夫。位置情報はオフにしてるから。そういうことじゃなくて。困り果てた乙姫様は浦島太郎に呪いの箱を持たせることにしました。あ、お土産サンキューということで地上に帰ってきた浦島太郎。よーし、インスタに写真をアップするぞ。あれ、こんないい写真をアップしたのに全然いいねがつかないよ。どうして。乙姫様の呪いは何をアップしても勝手にひどいタグがいっぱいつけられてしまうというものだったのです。